こんにちは、金黒です。iOS も MacOS も音声入力が便利です。金黒レビューチャンネル。最近、Amazon エコードットを購入してからは、音声入力する方が生活の中で多くなりました。例えば、アレクサ、45×32 は45×32 の値は1440です。こんな感じで、もう音声入力する方が、もう電卓を探して計算するよりも、早くて正確な答えが出ます。同様に、iPhone や iPad を使うときとか、MacBook 使うときも、テキスト入力する際に、音声入力した方が、早くて正確なんじゃないかなと思うようになって、もうタイプミスを考えると、もう音声入力多用するようになりました。そこで今回は iPhone や iPad の iOS と MacOS の音声入力について動画でまとめます。まずは iPhone、iPad の iOS 端末からやってみます。アプリは何でもいいんですけど、今回はちょっとメモにしましょう。メモの新規で一回やってみますね。ここでこのマイクのマークをタップします。 iOS 端末の文字入力は点開業、音声入力が便利です。丸開業。こんな感じで文字入力していきます。多分フリップ入力するよりは早く入力できたと思います。次にMacOS の音声入力をやっています。私は MacOS で音声入力するとき、ちょっと設定を変更しているので、その設定からご紹介していきます。 Mac での音声入力の設定は、 Apple マークのシステム環境設定を選んで、その中のキーボードをクリックします。そして一番右の音声入力をクリックすると、音声入力オンとオフが選べます。ここオンにして、切り替えにこのショートカット、ここでこの上から4つの種類とカスタマイズ、これどれかを選んで音声入力の切り替えをします。私は一番下のどちらかのコマンドキーを2回押すに設定をいつもしています。設定ができたらメモ帳でちょっと入力やってみましょう。新規のメモやってみますね。ここでコマンドキーを2回押します。MacOS のテキスト入力でも、点、開業、音声入力が便利です。丸。iOS でも MacOS でも、記号を入力するときの一覧がこちらです。鍵括弧、閉じ括弧、丸、点、中黒、クエスチョンマーク、びっくりマーク、スラッシュ、ドット、アットマーク、円記号などが入力できます。使い方のコツとしては、多少漢字の変換が間違ってても気にせずガンガン入力して、後で変換候補で直すっていう方法があるので、もう気にせず音声入力した方が早く入力できると思います。ちょっとやってみますと、再開して進めていく、丸、こんな感じで仮に一旦入力したとしても、もう漢字もう一回この下のアンダーラインで引かれているところが、ここタップすると他の再開の候補がいくつか出ているので、その青いアンダーラインをタップして後で変換候補を直すっていう方法の方が結局は早く入力できると思います。こんな感じで音声入力結構便利ですので、よかったら使ってみてください。今回は iOS と MacOS の音声入力をやってみました。また便利な使い方ご紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。